オーストラリア首相訪日へ準同盟関係で協議。読売新聞によりますと、オーストラリアのモリソン首相が今月の中旬にも訪日し、自衛隊とオーストラリア軍の演習を円滑化する協定や、また自衛隊の武器と防護の対象にオーストラリア軍を加えることについて、 協議を行うことが明らかになりました。この協議については、最後の詰めの協議だと見られておりますが、現状、オーストラリアは CO、COVID-19 などに関連して、中国政府、中国共産党に不当な圧力を加えられており、中国にですね、 徹底的に対抗していくことをすでに決意しておりますので、日本政府にはオーストラリアとの準同盟関係について速やかに構築していただき、武器と防護の対象にオーストラリア軍を加えるのであれば、自衛隊の基地を積極的にオーストラリア軍に提供し、 オーストラリアが日本周辺において活動しやすくなるように対応していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。